意識だっていうのをちゃんと見せましょうか。はい、新しい歴史を皆さんと一緒に作られて気持ちいいです。二人の夢を叶えた、そういう夢を実現させた、そういう大事な時間でしたよね。スタジアムでライブができるのは皆さんのおかげだと思います。あの時緊張して、もう普段やっているエネルギーというか、それより2倍3倍以上達したんですよ。皆さん、いやですね、僕たち東方神起の相場をそばにいてくれて、守ってくれて、本当に感謝してます。一人では生きていないこと、時にまた忘れがちだけど、苦しい時もすぐそばで、誰かがそばで、君に手を差し伸べ、ドームツアーでやったことないから、もうちょっと頑張ってドームツアーもできる、そういうアーティストになりたいですね。今このステージが本当にここに、本当に今まで人生の中で一番じゃないかなって。二人でちっちゃいステージから頑張ってここまで皆さんと一緒に来れたと思うから。